はい、どうも。ミュージックマスケラです。ジョージでーす。ルドスです。今回はですね、ライブハウスでやっちゃいけないことシリーズっていうことで5選用意いたしました。早速やっていきましょう。うん。はい。まず一つ目なんですけど、やたらと無駄な音を出さないってことです。うん。うん、これね、スタジオ編の時も言ったかもしれないですけど、なかなかライブの時になるとまた状況が違うんですよ。うん、そう。さらにもっと知らない人いっぱい増えてきますからね。ね、みんな他人ですよ。対バンの人とかもいるわけなので、うん、スタジオでね、やってることをそのまんまライブハウスに持ち込んでしまうと危険です。特にブッキングはね。ブッキングは危険だね。最初の印象が肝心だから。いや、本当に。最初の印象が肝心。もうね、うちらほら、昔、一緒にバンドやってたわけですけど、そのバンドの時に、いたよね、もう、最初から最後まで、リハしてんのこれ、みたいな。ああ。いたよね。いるね。そう。いたんですよ。すごかった。もう、常に音が鳴りやまない。今何スタジオ練習ですかみたいな。さすがにそこまでの人はもう最近見なくなったけど、うん、そう。それでね、持ち時間オーバーとか、マジで話になるんだよ。確かに。それはね、まずいですよ。やっぱ最初の印象が大事。もう、準備完了した人から、変な話、PA に合図して、音チェックし始めるとか、うん、なんか例えばギターがさ、トラブってるとかあるじゃん。うん、そこで、なんかドラムが練習し始めたり、ベースがスラップやりまくってたりとか、いや、うるさいから、それ。いや、確かに。その時間何ってなるからね。確かに。まあ、これは、もう、スタジオだろうが、レッスンだろうが、楽器屋さんだろうが、どこでも共通なんですけど、うん、自分の必要以上なところを弾かないと。そう。いうやつです。まあ、特に相手が絡んでくる状況の時はそうだね。他の人がサウンドチェックしてる時に、音出してたらおかしいでしょ。もう家でやって。そうそう。家で練習しましょうってことになっちゃうので、そう。なので、必要以上に音は出さないっていうことは心がけましょうっていう。うん、まあ、知らないまんま行くとね、怒られちゃう。で、それで言うと、この間、うちのバンドはですね、PA さんにびっくりされたわけですよ。うん、うちのバンドってね、リハーサルが短いことで有名なんだけど、対バンしてくれた人は知っている。本当にみんなドラムさんつって、ベースさん、ボーカルつって、で、ギターつって、ジャーンって音出したら、1曲と、まあ、1曲か2曲ぐらいの半分ぐらい演奏したら、あ、もうじゃあ、これで本番よろしくお願いしますつって、めっちゃ早いんだけど、うちのバンド早いんだけど、この間とあるイベントで、結構リハーサルがね、まあいろいろ時間もこう前後するから結構押しちゃってる日があって、うん、あ、これはもうちょっと結構時間押しちゃってるなって時、うちのバンドもう全部セッティング終わって、一曲もやんないで、半分くらいしかやってないで、それでいいんですかって言われて、逆に外音大丈夫ですかって、こっちは大丈夫ですって言われたんで、じゃあこれで本番お願いしますってさ、すごいっすねっつって。で、本番がっちり決めるっていう。これ一番かっこいいじゃん。かっこいいね。そう。これはね、僕が憧れ続けてきたやつですよ。やっぱね、ずっとライブやってるから、毎週のようにライブやってるから、別にそんなにいらないんだよね。慣れてたらいいけど。そう。まあ、確かに、いきなりね、すり合わせできてないとまずいですよ。うちのバンドはね、そう。うちのバンドはね、もう本当、あうんの呼吸でできてるので、できてますけど。かっこいいけど、それに憧れて、準備不足のまま本番はなし。そう。準備はちゃんとしましょう。準備はちゃんとしましょう。ね。しっかり、僕もだから家とかでちゃんと事前の準備しましてる。音の準備ね。それこそスタジオでね。そう。すり合わせしてたりとか。まだ慣れてる人はいいけど、でも、まあちゃんと、だからみんなのエチケット守って、サウンドチェックしましょうというところですね。うん、はい。そしたら、2個目なんですけど、サウンドチェックと本番の時間守りましょうねっていうところ、耳が痛い。え、なんでうちのバンドたまにオーバーするときあるから。え、あ、本番結構本番ね、やっぱね。そう、これ難しい問題だよね。いや、まあ、でもな。そう。うん。そこは守んねえと。そう、時間がね、決まってるので、その日のブッキングの時間とか、自分のバンドが遅れちゃうと、その終演後、やっぱお客さんって残っていろんなバンドさんと交流したり、物販したりすると思うんだけど、その時間が減っちゃって、最近ってね、よくもう結構早めに
ライブハウスも、働き方改革で、今までみたいに朝まで残れるライブハウスなんて少なくなってきちゃったから、もう必ずもう何時でお客さん退出ってなっちゃうんだけど、それが遅れちゃうからね。いや、本当に。そう。本当にもう全部のスケジュールが、後ろ倒しはマジで良くない。後ろ倒しは良くない、ね。巻きはね、調整してね、オンタイムにできるけど。まあ、スタッフさんたちもね、ちゃんとその人たちの人生があるから、てっぺん越えちゃってまでね、掃除してくれたりしたら申し訳ないもんね。そう、なんで。ね、なんかシンガーのイベントがあって、仕事で出たことあるんだけど、まあ、あとある団体がひどかったね。サウンドチェックに、まず、来ない。来ない一人遅れてますって言って、多分1時間半ぐらい遅刻したんじゃないかな、あれ。ああ。で、もう仕方ないから、後ろの、逆リハだったんだけど、もう全部前倒しになって、すげえ遅れてきたくせに、うっす、うっす、みたいな。あ、やるんだ。やるよ。遅れてきて、そうそうそう。持ち時間オーバーしてたのに。やばい。サウンドチェック、あれはね、ひどかった、ほんとに。僕もね、たまに仕事が被ってて、サウンドチェック遅れる時っていうか、あるけど、もう無理だったら出ないもんね。ああ。うちのバンド3人なんですけど、2人でちょっとやっててくださいっつって、僕はちょっと間に合わないんでごめんなさいっつって、で、入るから、そう、やるんだ。なくて、だからそれで、前倒しになっちゃうと、まあ、その時間にサウンドチェックするっていう思ってた人が前になっちゃうから、確かに。それは来れない人もいるわけだよね、後ろのバンドも。うん、確かに、こう来れなくなっちゃう。もう何一つダメ。あ、確かに。イベントが終わる。うん、イベントが終わる。本当に。ねえ、会場時間とか開演時間も変わっちゃうしね。いや、本当にそう。下手したらね。うん、うん。もう出演停止ですよ。なんてね。まあまあまあね、そこまでなくても、まあしっかりとね、時間は守りましょうっていうのは、これはもうエチケットでございます。うん、なんか言われたのと、海外のフェスだと、あれらしいね。出演時間守らないと、音出てても、もう全部 PA 切られちゃうんだって。ああ。でもそれぐらいね。まあね、厳しいよね、海外の方がね。トラブルとかね、やってる時にあったらとかだったら仕方ないんだけども。まあまあまあ。まあ、あとは、列車事故とか。うんうんうん。そう。それ以外の、あれはちょっと。ね、しっかりと時間を守りましょうっていうことでございます。はい。そしたら3つ目なんですけど、楽屋を占領しないです。これはね、もう昔から言われてたよね。まあ、もちろんライブハウスにも書いてあるし、いろんな人にも言われると思うんですけど、楽屋を私物化しないってことね。そうだね。ちゃんと決められたスペースでね、バンドマンでまとめとくとかならいいんですよ。前にあったのが、ギターは左端にあって、ベースは右端になんか衣装とかあって、で、ドラムは、女の子はべらして、右端一角を取ってて、で、ボーカルは、そもそもいないみたいな。あるあるだね、それはあるある。あるあるみたいな。オセロみたいな。四隅取られちゃったみたいな。どこに置こうみたいな。楽器置くスペースすらないやんみたいな時があって。そう。まあ、対バンのイベントとかだと、他のバンドさんもいるので、まあ、ある程度まとめられた一角に、まあ、ちゃんとね、いいライブハウスとかだとちゃんとここはこのバンドさんでとか書いてあるけど、書いてなくてもまあ、なんとなくでわかるでしょう。そうだね。そう。まあ、小さい楽屋の箱なんていっぱいあるからね。あるある。それをね、だから、占領する、まあ、私物化してしまうと、なんか良くないし、まあ、昔はね、怖い先輩とかね、結構ね、いましたよ。楽屋でもうね、入るのすら怖かったよね。楽屋に。すいません。って感じでこう。そういう時代がね。もうそういう時代もありったけど。ね、今となってはね、最近はないな。もう最近はもう先輩後輩関係なく仲良くやってるから、うん、ある意味良くなったかなと思って、時代が変わってきてる感じはしますよ。そういうのさ、SNS でさ、撮られて拡散なんかされて炎上なんかしたらね。まあ確かに。たまったもんじゃないもんね、先輩も、ね。たまったもんじゃない。なんだ、お前ら裏じゃそんなだったのか。うん、確かに。なんか心当たりあるな、それはな。いや、でも本当に、あとはその、本番始まりましたってなった時に、例えば5人ぐらいの、5組ぐらいのブッキングで、うん、今度4番目ぐらいの人が、もう最初から居座ってるとかね。まあメイクとかあるとは思うが、まあせめて自分の前のバンドがやってる時にとかね。まあ譲り合いなんだけど。まあ譲り合いでね、スムーズにね、いられるといいかなっていう感じです。やっぱり共用の場所だからね。専用じゃないから。確かに。専用にしたければ、もっとね、
高みを目指してワンマンしましょう。そう。ってことでございます。はい。じゃあ4つ目なんですけど、DI を指してる機材を、いきなり抜かないでございます。これはライブハウスへの気遣いだね。ああ、これはでもベースの方が多いかな。DI 使うことってキーボードかベースがほとんどだもんね。そうだ。でもあとはさ、うん、ケンパーとか直接。あ、僕、そうだそうだ。あ、だこれは僕も関係ある話だった、うん。最近増えてきてるから。そうだね。僕は普段ケンパーをどうやって出してるかって言ったら、パワーアンプが入ってるケンパーで、必ずこのキャビネットは借りて、うん、パワーアンプでその挿して、で、お客さんが聞いてる音は、ケンパーのラインの音なんですよ。ラインの音を PA さんに出してもらってるんで、何も言わなずにいきなり抜くと、ビビッと落とします。なので、ちゃんと。ビビで済むんだ。まあ一応ね、ただめちゃくちゃでっかいビビだよ。うん、そう今僕がこういったビビの30倍ぐらいの音量のビビが会場中に響きが。いや、本当に。本当にそう。びっくりするよ、多分。フロアとかで喋ってる人いたら、うるってなりますよ。だから、ちゃんとね、PA さんに抜きますっつって。そう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 。大丈夫ですって言われたら抜くっていうのは徹底しないとまずいかなと思います。だからこれ DM。ベースはね、特にそうだと思う。あんまりマイク、ベースは、アンプにマイク立てて、それだけでやるっていうことはなかなかなくて。ないしは、マイクなんてない時があるからね。ああ。ベースがあって、アンプがあって、ここに、DI っていう、卓に送るための分岐点っていう、うん、ここに基本的に挿して、そっからアンプと卓に分岐させるんだけども、うん、このね、DI、これをミキサーが、こう、線が繋がってる状態で抜くと、ボンってすごい音がして、最悪ベースアンプもスピーカーシステムも全部飛んで、数百万から数千万の弁償が発生する可能性があります。恐ろしい。本当に恐ろしいです。ね、飛んだら恐ろしいね。いや、本当に恐ろしいよ。ねえ、弁償代やばいですよ。ベーシストでね、気をつけなきゃいけないか、まあキーボードもそうだけど、ああ、確かに。シールド抜くときは、まあ抜きます。あるいは刺して大丈夫ですか？刺すときもね、まあ、基本的に刺すときは、PA の人がフェーダー下げてるんだけども、稀にね、上げっぱなしにしてるときがあるから、うんうん、上げっぱなしにしてるときだと、それもやっぱり刺すときにボンって音がしちゃうから。なるほど。まあ、それは、向こうのミスなんだけど、気遣ってあげて。まあまあ、お互いにね、だからちゃんと、抜き刺しのときは、しっかり気をつけて確認しましょうと。ライブハウス音量がでっかいんでね、全てがでっかいんで、それの分ね、ノイズも大きくなっちゃうんで、そうそう、気をつけましょうということでございます。うん、はい。そして、第5個目なんですけど、うん、ワイヤレスを使う人の注意点と、あと、機材管理のトラブル。うん、まあ、だワイヤレスも、まあ、管理になるけど、機材管理のお話をちょっとね、しようかなと思います。これなんだけど、まずワイヤレス。僕はね、最近ワイヤレス使ってるんだけど、うん、ワイヤレスってその、何ギガヘルツ帯っていうのがあって、うん、めんどくさい方法でね、A 帯、B 帯とかいろいろあるんだけど、うん、使っちゃいけないね、電波っていうのがあって、で、そこをかいくぐって使ってるので、大体 Wi-Fi と同じだったりするんですよ。あ、で、Wi-Fi いっぱい使ってる現場だと、めっちゃ混線します。めっちゃ混線して、よくあるのが、上下まずいんですよね。結構上が事務所で Wi-Fi いっぱい使ってて、下がステージとかだと、結構音飛ぶんですよ。逆に横に広くてお客さんがいっぱいね、携帯持ってきて Wi-Fi 使ってる分は問題ないっていう。なんかこれ不思議なね、なんか何なんだろうこれって感じなんだけど。それで必ず、まあ僕のやつとかは自動チャンネルでもうされちゃってて、チャンネル選択肢がないんだけど、ちょっと高いね、チャンネル使ってて、自分で使ってるチャンネルが分かってる場合は、そのチャンネルを PA さんに伝えとくと、しっかりと、把握しといてもらえるんで、なんかトラブルが出た時に分かりやすいと思います。僕の使ってるやつはもう挿したら勝手にチャンネル選択されちゃってて、何チャンネルか分かんないんだよね。今空いてるチャンネルを勝手に選択してくれるっていう。ある意味分かりづらいんで、それで、だから必ず、ライブ始まる前にワイヤレス使いますって、セッティング表に書いて、出してあげるといいと思います。で、2個目が、機材管理。盗難結構多いです、ライブハウス。ライブハウス多い。僕、ね、うちのバンドに加入して、まだ間もない頃かな、うん、ステージ前に、なんかすごい怒号が聞こえてきて、うん、でその PA 兼社長かなの人がめちゃくちゃ形相でなんか男の人捕まえてて、うん、で、それでうちら出演時間、ちょっとごめんねって言って、
ちょっと遅れるわ、つって言われて、まあ、出演時間まで、なんかトラブったのかなと思ったら、なんとその日、その界隈をその当時賑わしてた、有名な泥棒を目の前で逮捕したっていう。そういう事件があったんですよ。なんと、スタッフに化けて、お疲れ様ですって入ってきて、で、ギターだけ抜いて持ってくっていう事件が当時多発してたんです。で、それと主犯が捕まったっていう。っていう感じで、当時捕まった人がいたんですよ。だから、もう本当にね、目合わしてる人、まあ仲いいライブハウスだったらみんなね、分かってるからいいけど、初めて出るライブハウスとかスタッフさんまで分かんないもんね。そうだね。貴重品管理徹底してください。本当に。結構ね、周りでも盗難された人見るし、よく SNS とか見ると、機材車ごと、そうそうそう。やられちゃうよね。あるね、最近。あれなんかハイエース多いらしくて、ハイエースって鍵出回ってるらしいね。でもバンドマンやっぱ一番ハイエース乗ってる位置高い。やっぱいっぱい入るし。ってことで、本当にね、車上荒らしとかにも気をつけてください。いや、本当にね。なんか、覆いかぶしてバレないようにしとくとか、金目のものを見つけると取られちゃうので。なんか最近、GPS のね、これぐらいの、なんか発信機みたいなのあるよ。ああ、確かに。その、パワーが出してるやつね。発信機タグつけとくのもいいかもしれない。盗難にはね、気をつけましょう。自分の大事な楽器が取られちゃったらもう泣きますよ。そうだね。本当、大変です。なので、盗難に気をつけましょうっていうことかな。まあな、気をつけるしかできないんだよな、これは。気をつけるしかできないんだけどね、どうしても。なんかもうちょっといい方法があればいいんだけど、でも楽屋に鍵かけるわけにもいかないじゃん。まあね。いろんな人が出入りするし。うん、まあそういう意味でも、ちょっと同じ出演者とかはコミュニケーション取って、うん、あの人はあの楽器だなとか。そうだね、ちょっと見ておくといいかも。うん、それはね、でも研究にもつながるしね。そうそう。あの人すげえギター使ってるみたいな。そこからね、なんか発展してね。確かに。今後一緒にやるかもしれないし、仲良くなってね。そういうのでね、コミュニティ作っても面白いかもしれないね。そうそうそう。うん。なので、しっかりと貴重品の管理は徹底するようにしてください。ライブの出演中とかね、特にね、お財布とか気をつけてください。うん、はい、この動画が面白いなと思いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。